はいどうも、カボジーです。今回はポケポケの動画でございます。今回のポケポケはデッキ紹介ということで、今回紹介するデッキはこちらナッシー EX デッキでございます。はい、こちらのねデッキ、最初にもらうねデッキの草タイプの草タイプのデッキで、まあ作れそうなね、まあ数枚ねパックから引かないといけないけど作れそうなデッキを考えてきました。ということで、まあこんな感じなんですけど、今回のメインはナッシー EX です。体力160で、このね技草エネルギーかな、草エネルギー一つで最大80点ダメージね与えれるんで、まあ結構ね早い段階から進化させて暴れていきたいなといった感じのデッキですね。キャタピーとバタフリー、こちらは草タイプポケモンのサーチ、あとは回復要因、特性がね回復するんで、この回復要因として採用しておりますということで、はい、では試合の方を見ていきましょう。どうぞ。はい、対戦よろしくお願いいたします。最初にねたまたま来たのは嬉しいね。でモンスターボールと大木戸博士、ドロソいっぱい嬉しい。でお相手さんはサンダー、電気タイプのデッキなのかな、ピカチュウが怖いな、こうなると。まあ、ピカチュウ入ってない可能性もあるけど、まあ大体電気タイプって言ったらね、あのピカチュウ EX がね、怖いんだよね。でもお相手さんサンダーサンダーで、こちらたまたま引いた、たまたまベンチ入りして、ナッシー欲しいね。モンスターボールでとりあえずデッキを圧縮、ナッシーを引ける確率を上げていきたい。でここで、はい、大木戸博士で、はい、博士の研究で引いていくバタフリー、トランセルがいないね、まあ、とりあえずダメージ与えて終わりと。どうかナッシーになりたい、ナッシー EX になりたいです。でお相手さんモンスターボール、ピカチュウ EX が来ました。まずい、丸前に進化、さらにまずい。サンダーは完全にあれか、壁役か、ベンチのポケモンたちにエネルギーつけていく感じですね。どうしましょう。まあ使っちゃうかな、サカチちゃん使って早めに壁を倒したい。サンダーを、はい、種爆弾でアタック。で残り50、あと2回分かな、いやー2回分じゃないね、あと3回いけるのか。でもサカチちゃんがジジ手札いるから2ターンで終わらせたいところ。傷薬ナッシーが来ない。どうしようかな。でもここでキャタピーで仲間作って何かドローするっていうのもちょっと絶妙だよね。後ろのピカチュウがもう溜まってるからね。このままゴリ押しで20点与えていきます。多分だけど、サンダー変えてきていきなりね、多分ピカチュウとかに変えてくるんだと思うんだけど、レッドカード、レッドカードはまあいいでしょう。はい、ナッシー EX、嬉しいですね。エリカちゃんも来た。でお相手さんサンダーをベンチにしてピカチュウ EX しましたね。でここで、はい、エレキサークル90点、きついね、90点は強い。このピカチュウどうするかだね。まあとりあえずたまたま出してナッシー EX にしていきたい。はい、トランセル引いた、いいね。トランセルも進化させちゃおう、先に進化させた。はい、ナッシー EX バババン。でトランセルに草エネルギーつけて、でこのまま、はい、トロピカルスイング、コイントスで最大80点、表来い、よし OK、 表来たんで80点ダメージです。これで2ターン目のトロピカルスイングの圏内だね。でなんとか耐えれそうかな、このピカチュウの90点ダメージは耐えれる。博士で引いてきた、傷薬通るないといいな、傷薬は引かないでくれ。エネルギーつけた。でどうする、まあエレキサークルで90点、
ただジジイの手札にエリカちゃんいるから、うん、このエリカちゃんで回復していきたいところ、はい、回復して120、うん、結構回復いいね。まあ今回はまたトランセにつけて、もうこのままトロピカルスイングで、よいしょ、表出るね、いいね、はい、よしと。でここでジジイ、うん、EX 倒すと2ポイントねもらえるんで、はい、2ポイント獲得と。まあそうね、このまま、うん、マルマインだとトロピカルスイングでなんとか圏内いけるね。まあ表が出ればの話で、120だからなんとか耐えれるかなね。マルマインの攻撃耐えれます。でこのままトロピカルスイングで圏内に持っていきたいけど、まあ所詮運を今のうちに高めたいですね。はい、弱市さん考えてます。ピカチュウにつけた交代かな、うん、入れ替えの可能性もありますよね。まあどう出るかですね。あ、でお相手さん降参しましたね。はい、対戦ありがとうございました。ナッシーのコイントスの運が良かったです。はい、対戦よろしくお願いいたします。ジジイ先行ですね。はい、手札最初キャタピー、他の種ポケモンも欲しい。お相手さんは何？フリーザー。まずい。初手フリーザーはまずいね。かすみちゃん出てくるんじゃないの？キャタピー進化できるね。うん、次のターン進化できる。はい、モンスターボールでとりあえずたまたまを加えて、まあ、このたまたまを、うん、ベンチに行きましょう。で、大きな風で引いていく。傷薬。サカキちゃん。入れ替えていいな、うん、もうトランセルいるから入れ替えてたまたまを先にメインにしちゃおう、うん、でキャタピーはベンチでバタフリーになってもらいましょう。まずはトランセルからだね、うん、でお相手さんはモンスターボールで、エネルギーが雷ということは水と雷なんだろうね。でフリーザがまた出てくる。あれだね、フリーザが入って雷エネルギーがあるってことは、まあ、ミニ流、まあ、海流だね、海流デッキなんだと思うんだけど、まだ海流引けてない感じかな、うん、じゃあフリーザ、うん、フリーザを早めに倒したいね。ナッシー来てくれた、嬉しいね。はい、たまたま進化ナッシーにして、でトランセルも、うん、はい、進化してと。で、トロピカルって。で、サカキちゃんトロピカルだね。うん、これでいこう。表来い。よーし。90点だね。これ、追加のダメージはサカキちゃんの効果ね、入らないから、マジで注意。うん、最初の、このね、基本ダメージの40だけだね。うん。が、プラス10で50になりました。ということで、はい、モンスターボールでまた補充。これ、多分、ミニ竜出てくるんじゃないかな。嫌だね。あ、ミニ竜出てきた。早めに倒したい。まだ雷エネルギーだから大丈夫。このままフリーザを倒したいね。で、2ポイントゲットしたい。うん。まあ、お相手さん結構ドローしてるから、もしかしたら、もうこのままミニ竜ね、うん、進化するかもしれない。まあ、でもその前に、ナッシーがなんとかやってくれるでしょう。あともう一回トロピカル成功させればいいのか。はい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 、回復はたくさんあるんで大丈夫で、このまま、うん、トロピカルを打っていこうかな。はい、表来い。裏、ここで裏か。あー、10点残るね。10点、体力 HP が10。うん、フリーザ戻しそうだよね。このままもう一体のフリーザに変えてきたりしそうだけど、さあどうしようかな。うん、やっぱ EX 倒されたくないよね。うん、あ、かすみちゃん来た。まずい。裏、裏でお願いします。裏！1枚目のかすみちゃんは不発に終わりました。セーフ。とりあえずセーフ。
じゃあ、あれだね。フリーザ多分、ベンチに行きそうだけど、逃げていきそうだよね。あ、スピーター、確実に逃げますね。まあ、これはね、しょうがないね。まあ、逃げるよね。はい、フリーザ。もう一体のフリーザが出てきました。でも、こっちも雷だから大丈夫でしょう。まだ吹雪は打ってこない。なんなら、海流の方が怖い。白流が怖いよ。なしね。まあ、大津田博士でとりあえず引いてもらって、あ、バタフリー。バタフリーはいいぞ。バタフリーに進化させて、はい、なし。もう一回行きましょう。トロピカルスイング。表来い。裏。ちょっとなしーくん、表出ないね。裏ばかりだね。立て続けはいけないね。どうしよう。夏目ちゃん出てきたから、早めに入れ替えたいけど、かすみちゃんが出てきたね。裏で、裏ですね。オッケー。二発目も、裏はもう激圧。あ、海流になった。これは、ちょっと、萎えちゃうよ。傷薬、回復しますね。まだ、雷が2。雷2だったら、次が水。レッドガード。まずい。夏目ちゃん、入れ替えようかなと思ったんだけど、夏目ちゃん来たね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。サカツちゃんもいる。エリカちゃん出てきた。これは、夏目ちゃんで入れ替えて、多分海流が出てくるよね。海流出てきて、その海流を倒したい。海流が、160。で、トロピカルスイングで80、80。80、80出せば大丈夫。いけ!よし、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 よし。ということで、まずは80で。で、もう180決めたら、まあ、海流はね、怖くない。とりあえず、お相手さんは多分、水エネルギーを海流につける。で、このまま、突っ切ってくるかな。まあ、もしくは回復かな。あ、夏目ちゃん。まあ、この入れ替えは別に、後々もう一回ね、もう一回出せばいいから大丈夫かな。傷薬。これは入れ替えでいいでしょう。入れ替えます。はい。で、ナッシー出す。で、ナッシーのトロピカル。まあ、表出せばいけるからね。サカキちゃん使わなくていいです。はい、表来い。うわー、ここで裏。まずい。次、流星群でしょ。次、流星群。まあまあまあ、でも流星群は一回耐える。耐える気がする。みんな耐えるでしょう。倒されるとしたらたまたまだけか。チーズ薬で40から60。まーずい。いや、まずい。だって、サカチ、まずいんじゃないの。流星群、ハイトコーン。たまたまがやられちまったよ。おー、どうしよう。まあ、でもまだここで、とりあえず過剰に回復していきたい。まず、エリカちゃんで100にする。で、そうだね、バタフリーで全体回復。傷薬使ってもいいね。まあ、とりあえずエネルギーはなしにしてと。どうしようかな。傷薬回復、もう一回復で、ナッシーが逃げれないんだよね。3使うから逃げれない。スイングで表出せればいいんだけど、うーらー、はあ、3連続まずいんで、また海流、流星群撃っちゃうよね。あー、嫌だね。どうしよう。流星群次第だよね。あ、流星群は耐えた。一番いいダメージの振り分け方で耐えた。よかった。ナッシーが倒れてない。セーフ。そうだね、そうだね。どうしよう。
とりあえずナッシにつけてヒールで回復。いやどうする、いや待ってよ、ここで海竜は落とせる、1ポイント入る。このままフリーザー吹雪打てないから、なんとかナッシーが耐えますよね。耐える。でここでジジが1ポイントゲット。次フリーザー、フリーザーがどちらを出してくるかだよね。まあ HP10 は絶対出てこないだろうから、まあそっちだよね。120体力あるんだよね。で吹雪は打てないけど、もう一つの技は打てるはず。サカキ出てくる。50点かな。ギリギリナッシー耐える気がするんだけど、アイススイングウィング、耐えた、耐えたよ、耐えた。でエリカちゃん来た。これは嬉しいね。まずははい、パウダーヒール、全体20点回復からの、逃げようかな。逃げます。はい、確実に倒したい。バタフリーの風起こしでね、60点60点で倒したいんだよね。ちょっとナッシーのポイント数を実はもう信じられない。とりあえず60点で、ここで吹雪はまだ打てないから、多分ねこのままゴリ押せばいけると思うんだけど、さあどうでしょう。お相手さんの山札もなくなったことだし、ああ夏目ちゃんで入れ替え、まあ、これもキャタピーでいいや。はい、キャタピー入れ替えで、まあ後からエネルギーつけて逃げればいいんで、なんとかなりそう。さあどうする。これが吹雪だったら困ってたね。とりあえずはい、ナッシー EX もうねたまたまいないんですよ。とりあえずつけて逃げて、でバタフリーで風起こしと、はい60点ダメージで2ポイントゲットですね。 EX なんでこれではい勝利。よかった、対戦ありがとうございました。はい、ということでこちらね、今回の動画試合はここまで。今回ジジが使用したデッキはこんな感じのね、ナッシー EX デッキでした。最初にね、このね、草タイプのね、デッキをね、ゲットした方はぜひね、このナッシー EX 使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。